皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや今年もね、はい、いい年になるように頑張りましょうね。はい、頑張っていきましょう、先生。どうしようくん、はい、はい、2024年、はい、新しいカレンダーとして、はい、システムの日めくりカレンダーになります。はい、素晴らしい。もちろんね、買ってますよね。あ、もう買わせていただきました、ありがとうございます。はい、これはあの日めくりなので31日分のなんとシステマの格言がたくさんありがたいね。いいこと書いてあるんですよね。ありますよね。でシステマはやっぱりね、こういう日常生活に役立つことたくさん書いてありますので、システマでね、ストレスなく、そしてまあもう元気にね、心も体も元気にね、過ごしてほしいということで、はい、システマ会の皆さんぜひご購入ください。ここでね、ありますからね。はい、でね、2023年、昨年になりますが、はい、激動の年でした、ね。いやー、もう大変な年でしたね。本当ね、私休みなかったです。はい、すごかったです ね。ちょっとね、2023年を振り返っていきたいと思います。はい、でね、ちょっとやっぱ一緒に撮影しててね、はい、いろんなこと見てきたんじゃない。はい、もう先生、ただ一言言えるのは、もうすべての撮影、出来事がもうすべて緊張感があったっていうことだけは、もうただ、もう全部緊張感があったって言ってしまうと思うんですけど、それだけ もう枕言葉で見てあると思うんで、ね、聞いていただければと。ちょっとじゃあ振り返っていきましょう。はい、まず1月です。はい、なんと1月も記録、いきなりですね。いきなりです。なんと220キロの元力士、はい、チャン・エドモンドさんと対決です。すごかったですね。いや、もうタクチャンネルすぐ対決ね。そうなんですよね、すぐに。普通は対決しないけど、タクチャンネルで本当に対決させるんだよ。戦わせるんですよ。だってさ、体重ほら60キロないし、はい、57キロなのに、チャン・エドモンさん220キロ。すごい体重差ですよ。どんな対決なの。いや、これ考えられない。だからまあ、あの受け身ね、投げられても全然いいから、受け身取るような気持ちでやったけど、いや、あれね、すごかった。すごいですね、もう。全くなんか、チャンさんがさ、攻めてくるかと思ったら、攻めてきたのがちょっと流したりできる。もう途中攻めてこないんだよ、本当にこう、ガッとあれですよ、本気の勝ちにっていう感じ。そうだからね、撮影終わった後、タクさんもね、あ、いやもう、チャンさんマジで転びたくないから全然攻めなかったね、守ってましたもん、ちゃんと。いやでも、でもなんとかな、裏技を使って投げたんですけど、はい、あれもね、実はね、はい、あのエピソードを、はい、してるね、実際に1回するの、はい、投げた後も、はい、でも、ちゃんと実は痛んでて、はい、で、撮影20分間中断してるんですよ。この一瞬お蔵入りになるんじゃないですか。いや、もし骨折とか大きな怪我をしたら、はい、あんな危ないシーンは見せないから、そうですね、残念ながらお蔵入りだっていうふうに言われたんだけど、やっぱ力士の超回復、いや、すごいですよね。やっぱりちょっとだけ、あの手首とか肘の筋を痛めた程度で、あの骨折じゃなかったもんね。骨折とかで響いてなかったもんね。なんか焦りますよ。焦り、見ているこちらもちょっとおっとって一瞬、ね、緊張感、うん、そんな1月ですよ。激しい1月から1月から1月から皆さん。そしてやっぱ220キロ本当重くてさ、あの腰投げって、はい、あの海外指導で俺150キロぐらいはいけるんだけど、220キロはちょっとね、やっぱ腰に乗ればいいんだけど乗らなかった。やっぱ違いますよ、220まで離れる。220で腰に乗せてもらったら何とかいけたんだけど、まず腰に乗せられない、上に一瞬でも上がらない。それもやっぱ貴重な経験。あとこう、がっちり組ましてもらったってなかなかないでしょ、200人。ないですよ ね、 ね。で撮影終わった後もね、どちらでもね、組ませてもらったけど、はい、すごかったな、肉 ね、 ね、大木をこう、そう押さえてるか、なんか漫画のような、ね、そうね、力士でも220キロいってる人いないから、現役力士で非常にね、貴重な経験をしていました。もしまだね、見てない方いましたら動画ご覧ください。そして2月、これね、思い出深い、はい、こう NHK、はい、名教室位、武の神業で、なんとレインメーカー岡田和親さんと共演できましたよね。はい、もうすごかったですね。でもプロレスほら好きだから、はい、もう間近でレインメーカー、あれはでもあれもすごい破壊力というか、しかもそれを畳でそれを見れるっていうのが、畳でやったよね、こうなんか贅沢というか、あそこの瞬間だけでもプロレスファンになった合気道家というよりあそこの瞬間もプロレスファンになって、はい、熱かった。そう、そしてもう岡田和親さんにも合気道体験してもらったからね、はい、投げてました、ね、もうちょっと投げちゃったね、投げてました、ね、いやでも嬉しい、すごくプロレスラーの方にね、こう、はい、この合気道を体験してもらって嬉しいよね、はい、そしてあれですよね、岡田純一さんから時空お化けと、時空お化けありがたいですね、ありがたい、もう岡田純一さんがまたね、その武術の解説が詳しいですね、分かりやすくてね、いいんだよね、はい、よく分かってね、武術家より分かるっていうか、深いですね、そう、武術家だよね、岡田純一さん、考察が深いというか、そうだからもう時効化けっていうのが本当に流行って、熟成もみんな言ってたよ言ってましたね、言ってました、言ってた、はい、時々言ってましたね。でもね、本当にこれも
思い出深い岡田和親さんと共演思い出で、そう休憩時間にはね、はい、もうドロップキック見てもらったあ動画で、ね、覚えてます、はい、さすがにその場でしなかったけど、はい、もうで岡田和親さんっていうのはドロップキックすごいじゃん、はい、すごい、その岡田和親さんにドロップキック見せて、それすごい話です、すごい話、見ていただいたっていうのも嬉しい、それだけで嬉しいでしょ、すごい話だと思います、それはね、本当嬉しいです、いや、素晴らしい、でも本当にね、それも貴重な経験でした、はい、そして、はい、3月お、これもね、もう思い出深い、システマグランドマスターのブラデミア先生、はい、ブラ通称ブラッツ先生、ね、ブラッツ先生に会ってきたんです、残念ながら、ね、あのミカエル先生と会えなかったね、今年、はい、いや去年か、去年亡くなってしまったんですけど、そのグランドマスターとしているブラッド先生ですね、はい、ブラッド先生にお会いして、なんと合気道を見ていただきました、はい、だってほら合気道の視点で見ればよくシステマってほら、ね、ロシアの合気道じゃないかっていう、はい、ね、合気道の視点ではいいやつだ、それもちゃんと質問をしてて、そしてあのブラッド先生からは全然違うよ全然違うよって言われちゃった、はい、でも本当そのね、はい、共通するところもあるけど、それだけじゃないんだよ、そうですね、そしてもう言われた言葉ね、ブラッド先生にも言われた言葉で、はい、合気道の人はいつも平和的に稽古しているだけの戦いに慣れていない、厳しい言葉ですけど、でもね、ブラッド先生はちゃんとね、こう、うん、ちゃんと真意じゃないけど、はい、パッと見極めるんだよ、そうですね、本質を見極めるんですか、そう、本質をね、こうパッと見てくれる、そこもぜひね、ブラッツ先生の動画見てください、もし見てない人いたら、はい、貴重な経験もストライクもすごい、重いですね、違うもんね、重かった、またね、北川先生と違う感じがありましたね、違う、貴重、もう今度受けてくれる、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと今度行ってきます、ありがとうございます、はい、そして、はい、4月、そう、これは来ましたね、来ましたよ、あの、仙台で、はい、剣王選手とコラボ、ここにほら、お剣王選手いますけど、はい、剣王選手がほら仙台で試合あったとき、ね、はい、それに行ったよね、あ、行った瞬間させていただきました、ね、そしてコラボ、はい、この仙台の地でコラボして、で何が僕ね、そう感慨深いかっていうと、なんとさ、ここでさ、シングル遠征の塾長が出演しました、今までそれこういうコラボの動画では出てきたことのない塾長先生が初めて登場した、いや、びっくりした、本当にね、コラボの依頼ではあって塾長出してくれませんかってよく言われる、はい、だけどやっぱ塾長もさすがに出ないんだけど、慶応さんではやっぱ徳島出身、そして明治大学体育会出身、その2つの、ね、共通点があるから、なんと塾長がついに動いて初出演、コラボ初出演したんですよね、伝説の回、その豪華な動画でしたね、さらにそこで生まれたのが剣王スペシャル、そう、剣王スペシャルです、剣王スペシャル、こうくるっとこうくるっとかっこいいですね、かっこいいですよ、かっこいいよ、だってこれが後に、まあまあまた言うけど、後に大きなことになりますからね、そうです、また物語の始まりみたいな、ね、物語の始まりができたのがもう4月だったんですよ、すごいです ね、びっくりですよね、そして、はい、5月仙台でこれも北川先生のおかげで開催された6つの調和セミナー、めちゃくちゃ今回ですごい豪華しかできて豪華でした、でも、ね、仙台で、地方の仙台 で、ね、あれだけの、ね、先生方、菊野先生、天宮先生、奈良先生、北川先生、星見と、またとは地方仙台で集まることないでしょ、なかなかでも本当に集まれないです、すごいと思います、集まって、しかも仙台南道場で開催されたっていう、ね、もう塾生もいっぱい参加してたから、はい、あんな機会ないもん、ね、なかなか達人の技を1日2日間で体験できるっていうのはない、地方では、ね、地方ではもうすごい豪華な体験、本当北川先生のおかげです、ありがとうございます、ありがとうございます、そしてそんな北川先生と5月にお経営展開で、もう懐かしい、もうそうですね、もう半年前だよ、あー懐かしいですね、北川先生と本当ガチ充実体験、いやあ、ちょっと無茶だったね、いやでも緊張感、本当にすごかったですね、いや、だって北川先生、システマの達人だけど、はい、システマの達人の皮をかぶったいつも言ってるよね、ブラジリアン柔術もそうだった、やってますから、ね、何回も社会人でブラジリアン柔術の選手権で優勝してるから、すごい人なんですよね、しかも体重差と10キロぐらいあるから、それでさ、戦ったら普通秒殺されるでしょ、そうですね、でもなんとか、はい、ドロップキックをつけてまさかのドロップキック使わせたけど、でもあの引き込みの強さ、あでも本当に三角締め一瞬決まりそうなったよね、ズバッと、なんとか合気道の柔らかさ、はい、しのいだって感じでしたよね、
やでもあの緊張感の戦い忘れられない、ね、いやでも旗から見ててもこれどうなるんだろうっていうのがあったんですけど、さすが先生ちゃんと、うん、まあでも秒殺されると思ったでしょ。いやそんな先生そんなこと思ってない、秒殺も思ってない。でもね本当キャリア的にはそれぐらいの、いやもう確かに技術差はねあったけど、なんとか本当に合気道の技術を使ってなんとか決められなかったぐらいです。だって引き込みあったら投げれないでしょ。投げれないですね。体重差あっても引き込まれたらどう。いや厳しいね。何もこの合気道のほとんど使えなくない、引き込みでシュンと下に体重いくから投げることができない。確かにそうですよ、ね、そう全部体重が下にいくから。いや危ない、危ないけど、あと北川先生やっぱグラウンドテクニックすごい。いやそうです、分かる、やっぱりや本気で訓練見てやっぱ分かる。でまたこれもねまだ見てない人いたらぜひ見てください。そしてちょっと飛びますが8月、はい、ついにこれです。美しい合気道発売となりました。ここ見てください、これですよ。お新しく70万人、そう70万人登録、登録者70万人と、あと続々重版ということで、素晴らしいですね先生、はい、12月31日時点でも Amazon の売れ筋ランキング1位ということで、もう3釣り目と、3釣り目なんです、ここだから続々重版、ね、3釣り目って本当にね、これ皆さんのおかげです。ありがとうございます、ありがとうございます。これ、ね、本当大変だって、これもう大変でしたね撮影ね、本当寝ないで、そうですね、もう丸3日間ぐらいやってる。いやもう今思い出しても次の日だから撮影終わった次の日目切れてた本当にずっと目も開いて、あと動画もやって、はい、写真もやって、はい、すっごいハマった。目バキバキですよね最後バキバキにならないで、寝てないし寝てないし目は開かなきゃいけないし、はい、だからもう目も切れました疲れで。その結果こんな素晴らしい、でも本当これありがたい。でもこれはね本当にね、皆さんの方でこれ合気道の人だけだったら絶対3000人いかない。合気道以外の人もたくさん買ってくれてて、 そしてたくさんの先生方がこう宣伝してくれてたんで、でも本当コラムもね、いやこう突っ込んだ内容がなかなか書けないでしょ、はい、ぜひねこれもまだ見てない人いたらぜひ買ってください、読んでください、よろしくお願いします。でその8月、はい、はい、これ映画村雲、おー映画村雲にもね出ましたよね。出ました、素晴らしかったです。そして映画村雲公開8月なんです、はい、渋谷ヒューマックス。いやー暑かったっすね、あの時も。いや暑かったですし、なんとそう、あの金髪に、あ、そうですね、あれからそう、あれからもうこれ残っ、ね、今染めてるかってよく言われるんだけど残りですよ、これ。おそれだけもう、もう金髪、もう印象変わりましたね、あれからもうあれからいろいろね、言われなくて、言われたよね、本当に、ね、変わりましたね、変わりましたよ。だってもう脱色した後に塗るんだよね、やっぱ金になる。すごい大ダメージですよ。大ダメージだったけど、でもね、本当撮影楽しかった、厳しきりだと楽しかったね。役に入り込むために、役に入り込むために一生懸命。そして阿部君、阿部君の動きも良かったよね。もう見た人だったら分かると思うんですけど、ものすごい演技、もう人生の全てをかけてもうやりましたよね、今回ね。あれはあえて言わないですけど、やりましたけどね、はい、全てをかけて。それはね、監督とか星野、あと古賀さんもう、はい、一流の俳優さんたちも認める阿部君の演技、はいはい、すごい上手だったんでね。まだねこう DVD とかも発売されてないけど、ね、今後 DVD とか配信始まると思うんで、まだ見てない人いたらぜひねチェックしてほしいと思います、はい、映画も楽も。でもねすごいすごいよかった、はい、片山君もね出演してるからね、はい、熟成も出演しております。そしてこれまた8月なんですね、事件、そうこの剣王さんのこのくるっとこれですよ、剣王スペシャルですね、剣王スペシャル、剣王スペシャルがなんとこの実戦で使われた、実際の試合で、そう素晴らしい、コラボでほらやっててもなかなか実戦に落とし込むの難しい、ね、それをなんとフィニッシュホールドとして大事なシングル戦 N1 ビクトリーで使ったんですよ。僕たちこれはもう1位プロレスファンとしても嬉しいですし、これ以上ないですよね、そう合気道家としても、だって合気道の技がプロレスに使われたの、これリラル素晴らしいですよ、そんなことないでしょ、いや聞いたことないです、ないよ、はい、ケンオーさんすごい、あとねケンオーさんそれだけじゃなくてね、あとコラボで使った技は無駄にしなくて、はい、ジークンドのトラスキックとか、おー素晴らしい、そうだからコラボを点で終わらせるわけじゃなくて線にちゃんとつなげて、そこがねケンオーさんのすごいと、素晴らしいよね。でもこのケンオースペシャルが実戦で使われたのが8月、はい、そして、まあ、ちょっとね飛ぶと10月にそのケンオースペシャルでベルトを取ったんです、はい、ジェイク・リーカーのケンオースペシャルでギブアップを割って、なんと今 GHC ヘビー級チャンピオンです。素晴らしいですね、剣王スペシャルのドラマが、そうあります。そしてまた忘れられないのが8月、たくちゃんネームはいドッキリですよ、
あれ、ね、緊張したでしょ。いやもう寝れなかったですね、もう前日から、ね、ビビりましたよ。ノッコン寺田さんって言われて、はい、行って、ね、あの公園に行ったら道案内させていただいたんですよ。そうそうそう、女性がめっちゃ髪こう引っ張られてる、ね、全然助、ね、ちょっと助けたら嘘だもんっていう、あれないよね、そんな。いやでも本当にあれなんです、私案内したんですけど、もう先生ならまあ何とかしてくれるだろうという思い一心で、本当になんとか先生は。でもちょっとね、危なかったね、やっぱ殴りが見えたから。いやでもそうですね、あれは確かに引き一発というか、でも先生さすがバッチリ決めてましたね。さすがになって、いきなり捕まえたからすぐ投げたことないでしょ。投げるわけにいかないけど、その様子見て、もし手が来たら投げてやる。投げてやるともちろんコントロールできるじゃん、頭打たないよ、はい、それをね、なんとかびっくりしました。あれすっごい気に入っちゃいました。あれはすごい。だからドッキリですよって言われてもしばらく、まあ、気づかないよ、ね、それ分かんない、何がドッキリかと思う。何の話かと思います。だってね、それこそ芸能人じゃないのに、はい、お笑い芸人じゃないのにドッキリとかないじゃん。いや、まあ、ない、日常生活でありえない。ないでしょ。ないですね。そして普通カメラとかあればもうすぐ分かるじゃん、はい、なかったもんね、はい、だからね、まあ、なかったっていうから普通探さないもんね。そうですね、うん。あの後の先生、大田 P のドロップキックもなかなか日常ではない、ね、本気です。それはもう本気です。打ち抜いてました。打ち抜いて、あれはもうドッキリでかけられたし、距離もすごかった。距離も本気、そんな走るんだと思いました。ぜひそれもね、見てほしいですよね、はい、大田 P のドロップキックもぜひ、はい、見てください。そして、これも思い出深いです、10月、はい、美しい、この美しい合気道発売記念で、ついに牧野作者、板垣圭介先生と共演、いやすることができました。コラボ光栄です。いやこれね、本当角川さんのおかげです。はい、素晴らしい。角川さんを通じてオファーしてもらってね、はい、この美しい合気道を出すときに、うん、その、ね、プロモーション活動としてぜひね、はい、板垣先生と共演させてくださいっていう条件で実はね、はい、これやったんですよね。そう、縁ですよね、これも。縁ですよ、はい、いやこれね、本当板垣先生にはほら渋川剛健まで再現勝手にしてたから、ね、はい、絶対会いたいなと思ってて、そしてできればね、板垣先生にも経験していただきたいということで、ようやくね、実現。だからテレビ関係者とかいろんな取材の人にも、もし板垣先生いたらね、共演させてくださいみたいな話はしたんだけど、はい、板垣先生っていうのはもう仕事言葉ですね、なかなか出ないから。そうです、もう自分からなかなか出ない、出演しない、はい、まあ本当に連載持ってるから忙しいからなかなか出ないって言ったんだけど、今回角川さんのお力ですよ、はい、これ角川さん本当嬉しいね。ありがとうございます。もう板垣先生あったらどうだったの印象。でもやっぱりなんかこうピリッとした感じがあって、ちょっと話しかけられないじゃないですけど、この緊張感というか独特の、独特でしたね。でもね、ほら名刺で俺もらった時、はい、電話番号書いてあったの、いつでも電話してね、仕事思えばね。いやいや、恐れ多いよ、はい、恐れ多いですよ。いや、本当にね、話しかけられない雰囲気ある。いやでもなんかこう独特な、かっこいいですね。もう担当者まで緊張してる。そうですね、なんか空気感違いました、ね、空気感違う、ね。そして宇田先生でもバキの技の、ね、お墨付きももらったんです。そう、バキの技公認ね、もう使っていいよって言われたもんね、はい、例えば一番印象的だったら塩田先生のこうお弟子さんとはまた違う、こうあまり感じなかった部を感じたっていう、ちょっとなんか言葉を、ね、いただいて、それも嬉しいね、しびれたというか、なんか部を感じたって言って、板垣先生って言えば本当忖度ないし、お世辞も言わないじゃない、はい、普通ね、言わないことだよね。そうですね、なかなか言わないでしょ。言わないですね。ね、だからそういう先生に言ってもらったってことは本当に本心で板垣先生も言ってくれたってことで、光栄な、本当に光栄ですよね。あとだってほらコーラ、はい、撮影前にコーラ買ってたじゃん、はい、俺20年ぶりぐらいにコーラ飲んだのあれで、ね、インスタに投稿したらコーラ体悪いから飲むのやめるってこと書かれてたから、いや飲んでないけど、はい、でも板垣先生喜ぶと思ってさ、コーラやったらさ、それやらない方がいい。板垣先生にね、そうですよね、言われたらえっと思って、あれはやっぱり板垣先生すごいよね。普通はさ、その自分の漫画のね、はい、ことやってくれたらちょっとね、嬉しくなっちゃいますね。お世辞でもさ、あ、いいね、面白いねって言うんだけど、それやんない方がいいよって言われたら、クールでしたね、クール。ちょっとあれ、ショック、軽いショックだったけど、でもそれがやっぱり板垣先生らしさ、はい、で嬉しいって。まっすぐでしょ。そう、まっすぐ。まっすぐな。だそんな先生に、だから部があるよ、はい、ね、有用だよ、すごいよって言われたのは、結構光栄なことだ、はい、光栄なことだと思います。絶対ね、褒めないと思われてる。だって、はい、だって板垣先生、久々に合気道というものを見たもう合気道に興味持ってなかったら板垣先生、正直。あ、そうですね、確かに言ってました、ね、そんな感じでしょ。はい、打撃のようだって、打撃のようだっていうふうにね、確かに。でも捉えて、そしても打撃っぽいなって思う時があって、そんな、でも表現は出なかったでしょ。出ないですよ、あれ板垣先生ならではの表現、漫画家の打撃のようだった、素
素晴らしい。でも対談もね、また全然、まあ、ね、すごいかったっすよ。対談も結構、結構、あれカットされてる部分もね、あるけど、ね。ピリッとしましたね。ピリッとした。ピリッとね。素晴らしい。ピリッとしたよ。ピリッとしましたけど。ピリッとした。でも、結構突っ込んでいったでしょ。あ、でもすごかった。勇気あるな。いやいや、でもこんな機会ないと。で、板垣先生は緊張感あるけど、遠慮すんなよっていう説明。ああ、そうですね。でここで遠慮したら絶対一生聞けないなと思ったら、いろいろこの板垣先生の愛機のことだったり、こういろんな今気になる武術家とか、こう板垣先生とお話ね、貴重だな。だって板垣先生の馬騎を見て、渋川動きを見て合気道だ。あ、私はそうです。それを見て、馬騎、はい、を見て合気道を始めたので、こんなこと本当にね、嬉しかった。夢のような、ね、夢のね、時間だったね。馬騎ら辺もね、注目ですね。注目です。ぜひ馬騎ら辺もご注目ください、はい。そして TBS ラ10月ラビット2回目の出演、生放送。生放送ですよ。で、多人数さばきです。多人数です。わ、ありますかそんな。聞いたことないですね。聞いたことない、ね、聞いたことないです。そしてさ、最初ね、あれこれね、リハーサルが1回だけあってっていうのは、仙台、本当にできんのかって言われて、まあ大丈夫ですよっつって。で、だから仙台ではもう畳じゃん、広いじゃん。もう5人でも余裕でパパパッとさばいたんだけど、本番、あのふかふか、いやそうですよね、ふかふかでアストライド。そして言われたのが、本番前に言われたの、危険な技、潜るような危険な技だったり、バッテミーはしないでください、はい、言われた。怪我させるから。そうですね、だんだん難しくなってくる。難しいです、ね、条件が、広さが使えない、足が取られるっていうところ で、めっちゃ引っ張られてたでしょ。だからでもめちゃくちゃ引っ張られてたんです ね、ちょっとレトロさんも心配してた。これ転ばされるんじゃないけども、全然どうなるんだろうと思ってたんですけどね。先生、見事に先生頑張りました、ね、体幹の強さ、まだ自己負けが発動しましたね。まあさばきもね、うまく使ったけどね、はい。まあ、でも本当にヒリヒリとしたね、戦いだったね。ヒリヒリしましたね。でも呼んでもらったのが、これアルピーちゃん、ね、アルピーさんのね、平子さんと酒井さんもね、はい、やっぱあの YouTube で共演して、やっぱ合気道いいって思ってくれてたんだね。すごい、これも縁ですね。それも嬉しいね、やっぱりね。だから本当 TBS ラビットの生放送のさばきもね、それこそあれでもあれでもほら、アインシュタインさんに当てに使った、まあ、当てにバッチリアインシュタインさんには当てに使っていいのかなと思って、つい判断してやっちゃったけどね、はい、手が動いちゃった。そう、手が気づいたら手が動く、判断しちゃいました。で、そしてさ、あの10月、はい、チョコプラさんの動画 ありましたね。そう、チョコプラさんやっぱ忙しいからなかなかね、はい、まだ反応ないですけどね、はい、なんとかチョコプラさんにもね、体験してほしいですよね。ぜひ。あの動画面白いですよ。面白い。あの動画面白い。あのすごい面白い。面白い。だから絶対ね、勘違いしてるの合気道で。そうですね。そこは、うん、あの動画はすごい好きなんだけど、ただ合気道について知ったらまた違う表現ができるんじゃないかなと思っておりますので、うん、ぜひね、チョコプラさんよろしくお願いします。お願いします。関係者の皆さん見ていただきたいお願いいたします。します。いろいろありましたが、そう、12月ついにあの発表があったんです。新プロジェクトですね。新プロジェクト、来年に向けてのウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊を手掛けた坂本光一監督の映画新作が2024年今年ですね。素晴らしい、はい、そう、制作決定しました。これですよ、これ。坂本光一監督の全仕事して、本当ね、これだけ分厚い仕事。分厚いですね。分厚い仕事。これを読めばね、いかに坂本監督がすごい監督か、はい。もう NY に住んでて、これでスーパー、パワーレンジャーに入りましたんで、ね。パワーレンジャー、有名ですよね。超有名ですね。はい、そして、まあ、仮面ライダー、ウルトラマン、スーパー戦隊、この3つを手掛けた唯一の監督であって、あとね、いろいろ経歴聞いたらね、はい、あの、忍者タートルズとかにも。タートルズにも有名な忍者タートルズ。本当ですか。あれにも関係してるの。暑いですね。びっくりした。暑い、暑いわ。すごいあったでしょ、忍者タートルズ。覚えてます。超本物、すごい。もう、あった、わかるでしょ、あったから。あの、一回お会いしたんですけど、めちゃくちゃ動き速い。動き、もう G 訓導もすごい。G 訓導もすごいし、中国武術もすごいし、はい、あと、カメラアングルの撮り方も。いや、もう、びっくりしました。こんなかっこよく撮れるの。あと、手をね、考えてって言った時に、すぐ変えまして。すごいですよ。もうやっぱりもう仮面ライダー的な動きもできるし、ウルトラマン的な動き、本格的な武術的な動きもできるので、これはぜひね、皆さん期待してください。期待大です。またね、でも阿部君の、ね、映画ムラクモで映画ムラクモで出したこの名義も出るんじゃない？新たに坂本監督 も、はい、もう話したらやっぱ阿部君の起用も考えてる。
よろしくお願いしますで、またあの演技が見れるかもしれない。さすが発動するかもしれないそういう作品じゃないから。そうですね、あれ今回そういうそのシーンやりましたね、ね、また新しい、はい、新しい境地ね、出るかもしれませんからね、はい、ということでね、ちょっとざっとまだまだいろいろあるんだけど、ね、そうピックアップすると、まとめるとこれだけのことが昨年ね、行われました。緊張感でしたね。緊張感あるけど、本当忙しかったけどね、充実した。素晴らしい、ね、昨年は。で今年はね、まだまだいろんな、ほら、あの企画、あの有名な先生に会う企画とか、あ、はい、緊張感がそう、はい、ありますね。ね、いろんな、もう話してるけどね、はい、いろんな企画も計画しておりますので、またね、ぜひ皆さん今年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍「美しい合気道」角川より発売。